本日、オーバーウォッチの、スクリーム1日目ということでね、あと2日、明日、明後日、あるみたいですね。はい。全然喋れないっす、このゲーム。本当に右も左もわからない、バブちゃんなんで、本当にやっとけばよかったなって思ってる。なんか、どのコールが正しいのか、自分がするべきコールというか、こともわからないし、ムーブもわからんし。俺やってんのは、敵見えたら撃つだけ。そう。俺だけやってるゲーム違うのよね。だから、みんなと。そう。頑張るけどね。頑張って脳みそ鍛えるけども、おそらく、今大会のメンバーの中で、一番浅い。俺が。いっちゃん浅い。プレイ時間的に言っても一番浅いんちゃうかな。そう。バブやらせてもらってます。そうなんよね。普段、まあ、エーペックスとかね、ある程度のその、ちょっとは分かってきてるんですけど、このゲームに関しては、何も分からん、本当に。で、報告も全然できないし、報告聞けない、逆に。報告も聞けない。言えないし。一応ね、僕のことをオーバーウォッチって強いと思ってる人いたら、全然そんなことないんで、罵ってください、本当に。コメントでじゃんじゃんね。そこ当てろよって。もう、好きなだけ言ってください。まあ、でも、この数日間で頑張って成長しますんで、ここはちょっと応援してほしいなっていうところはあります。あと、なんやかんや、配信久しぶりだね。最近ね、布団が気持ちよくてね。そう、引っ越してさ、まあ、1ヶ月間ぐらいかな。ホームセンターで買った2000円ぐらいのさ、薄い布団、掛け布団、掛け布団か。掛けて寝てたんだけど。最近ふっかふかの羽毛布団買ってさ、めちゃめちゃ気持ちいいの、それが。だからなんか、すごい寝ちゃって、1日2回寝るんよ、だから俺今。2回の睡眠を必要としているのよ。普通の人間は1回でいいんだけど、俺の場合2回になっちゃうから、それでちょっと配信時間がちょっとバラバラになっちゃってみたいなこともあって。そう、大変なんですけど、まあ、これから始まるスクリームに向けてね、ちょっと合わせていきますんで、生活リズム。まあ、ちょっと配信遅れちゃって申し訳ないです。今日から数日間、バシバシ、ビシバシ、オーバーウォッチやるんで、応援お願いします。バケモンが、人の言葉を喋るな。ああ、ポカポカ。1ラウンド取れたのはさすがにポカポカやな。頑張れ。よし、行くぞ。行くぞ。やばいっす。やばいっす。